自分がどういう人間か人に説明できなくて息ができなくなったことってありますか？はい。なんであくまで自分は理解する側だと思ってるんだよ。あんたが想像もできないような人間はこの世界にたくさんいるんだよ。誰にもバレないように無事に死ぬために生きてるって感じ。社会のバグは本当にいるの？悪魔みたいな奴がいるんだよ。これが現実なの？この世界で生きていくために手を組みませんか？性欲って誰にとっても基本後ろめたいものだと思う。それでも私たちが抱えてる欲望はあっていいもんだと思いたい。性欲、生きるために必死だった道のりをありえないって簡単に片付けられたことありますか？